今日は7月の28日水曜日です。今日は旭川市にある旭山動物園にやってきました。今日も旭川は36度の予想でいい天気でとてもなく暑いです。まあ頑張りましょう。靴に穴が開いてました。ちょうど今日靴を買ったのでバッチリのタイミングです。靴下も履いていなかったのでめちゃ暑かったです。園内入るとざっとこんな感じで、まず最初に動物園からのお知らせということでもぐもぐタイムのお知らせがあります。残念ながら今日は11時半がメインで昼からは3時15分13時半のオラウンタンしかないみたいです。では店内回っていきたいと思います。まず入り口にあるのがフラミンゴのフラミンゴハウスということで入っていきたいと思います。昨日の北キツネ牧場はほとんど見れませんでしたけど、フラミンゴの館です。次に鳥取の村フライングバードハウスに入ります。主に白鳥のようです。やはりこういう工夫がカルガモはどっちでしょうか。はい、いきます。正解は2番らしいです。次にあるのがペンギン館です。それではペンギン館入っていきます。残念ながらこの空間にはペンギンは見られませんでした。残念ながらペンギンの姿はないです。また設定が変わってました。まあ旭川動物園の絶景というかこんな感じです。この天気が嫌だに明日十勝岳に登ると思います。
狼の森ウルフミュージアムです。この辺まで来るともう私も動物も今日はぐったりしてます。やはりどしかも暑いのか日陰にいます。ここは新しくエゾヒグマ館の建設工事をやっています。タヌキですが、なぜか同じところをくるくる回っていました。よくテレビで紹介されるチンパンジーのコーナーです。透明のアクリル板っていうんでしょうか、あれはちょっと古くなって憎くなっているところがたくさん出ました。暑くてたまらないのでかき氷、頭が痛かったです。なんか豚が一番元気みたい。みんなこんな感じで暑そうでした。私も暑いです。何か近づくと首が伸びてつつかれそうで、あまり近づくことはできなかったです。よう、こんにちは。一番感動したのはこのカバの足かもしれません。とっても可愛いと思いました。なかなか見れないですよね。
細めの昼食、スープカレーでした。正面玄関の出口にやってきました。ほとんどがカップル、家族連れ、若い女の子。待ってる限りこんなジジイは一人もいませんでした。残念。では退場します。ご視聴ありがとうございました。